皆さんこんにちは、かよです。今日はですね、なんと5分メイクに挑戦したいと思います。前々からね、リクエストでたまにいただいたりしてたんですけど、私自身早くメイクをするっていう方に考えたことなくて、ためらっていたんですけど、ちょっとなんかせっかくなので挑戦してみるのもありかなということで、失敗するかもしれないんですけど、挑戦してみることにしました。はい。はい、ということで、なんとですね、実を言うとこれ撮影2回目なんですよ。あまりにもね、あまりにもなメイクが仕上がりまして、ちょっと美容系としてこちらは出せないんではないかっていう見解のもと2回目を回しております。そう、なので今回こそちょっと反省点を踏まえましてですね、シェーディングとハイライトは最終兵器というか、最後もし時間が余ったらやろうかなぐらいにしたりとかしたいと思います。ということで早速やっていきたいと思います。ちゃんと揃ってるよね。やっていきたいと思います。よし、次はうまくいくよ。よし、では頑張ります。あ、5分、ごめん、5分計算しないと、計算はしませんよね。測っていただきましょう。はい、いきます、いきますよ、よーいスタート。まずこちら MIMC 使っていきます。そう、なんかちょっと説明しながら やるのを今回はやめようかなって思います。で、こちら MAC のソルボクリームも一緒に混ぜて、下地のファンデと一緒に、でハイライト効果があるので、ハイライト塗らなくてもツヤ肌になるという短縮技を使いました。はいはい、 OK。 次リップ塗ってきます。マックのリップで、チークからスペル RMS ビューティーです。これをリップにしたらめちゃくちゃ顔色悪くなったから、チーク&リップだけどチークに使った方がいいと思います。次、眉毛ルナソル使ってきます。いやー、ちょっとね、急いでる時こそ人の本性が出ると思うので頑張ります。いや、もう怖すぎる。ちょっと眉毛はもうふんわりでいいです。やりすぎると失敗するので、で、眉マスカラを、眉マスカラの時間って結構かかります。はい、次アイシャドウ、同じく眉毛描いたこれで塗ってきます。今日はアイシャドウの説明する時間がないので、そのままやらせてください。はい、OK。 アイライナー、デジャビュー。待って、喋るの忘れちゃうわこれ。はい、そしてこちらマスカラ塗ってきます。これ何だっけ、このマスカラすごい好き、アニバ。グリーンマスカラです。押せてるよね。不安になってくるんだけど。
あれ？編集があった。これただ普通にメイクしてるだけになってないよね。アラームセットできてるよね。ヘイシリ、アラームあと何分？アラームは明日1にセットされています。あ、大丈夫だ大丈夫だ、されてる。え、なんか全然終わっちゃったんだけどちょっとちゃんと丁寧にメイクしよう。じゃあここのカラーとかちょっと間の真ん中のカラーを使って感じで私の5分メイク完成です。はい、ブラウンリップ、お気に入りのこちらのターントゥーザレフトっていうブラウンリップ、リップクリーム下にすごい塗ってるので結構ツヤに発色してますが、普段はソフトマットな感じですね、パウダーキスなので。でアイライナーも今回はちゃんと引いて、ハイライトを仕込みハイライトっていうことで、この保湿クリームのストロボクリームピンクライトを使いました。これを塗ってるとお肌がツヤツヤになるのでハイライトがいらないので、ハイライトを時短したい場合はこういうのを敷かませると朝いいのかなって思いましたね。あとはこういうねブラウンがいっぱい入ったアイシャドウパレットを1個持っておくと眉毛にも使えるし、ノーズシャドウにも使えるし、入れなかったけどね今日、ノーズシャドウ入れてないわノーズシャドウにも使えるし、アイメイクにももちろん使えるし、濃い色でアイライナーっぽく引いてもいいし、めちゃくちゃ便利なんですよ。なのでこのヌランソル、多分これ今も売られてると思うんですけど、店頭で見たので、なんか当時買った時限定だと思ってたんですけど、なんか定番のみたいな感じになってます。このルナソルザベージュアイズめっちゃ使えるし、こなしても良いです。はい、ブラウンメイク好きにはたまらないですね。で、まあ結構ブラウンアイシャドウにブラウンリップで、まあ結構定番のメイクになっちゃうかなと思ったので、ポイントにマスカラをグリーンを用意してみました。グリーンのマスカラ使ってメイクしてくださいっていうリクエストもあったので、ちゃっかり今回それにしてみたんですけど、どうでしょうか。なんかこのアニベンのカラーマスカラって何種類か出てるんですけど、一番このグリーンが馴染むというか、自然、ちょっと黒暗めなグリーンで、しっかりグリーン使ってるってわかるけど、わかるけどすっごい派手なわけではないので、マスカラだけグリーンを入れても問題ないかなっていう感じです。で、眉毛はもうちょっと急いで描いたので形は微妙かもですが、はい、こんな感じですね。私はこの眉の端の部分がめっちゃ濃いので、どうにかしないとバランスが取れないんですけどでも嬉しい、1回目全然だったんですよ。しかもなんかちゃんと動画撮れてなくて散々だったので2回目めっちゃうまくいったっぽくて良かったです。イエーイ。はい、ということで、ぜひね、めっちゃ急いでる朝に一緒に急ぎながらこの動画でメイクしてくれたら嬉しいです。ということで、今回はこんな感じの超短い動画になってしまったんですが、よかったら参考にしてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。